川川バルです。今日はですね、とっても寒かったので鍋でも食べたいなと思い、よいしょ、これでございます。鶏団子鍋とお豆腐、これちょっと後でまた説明しますが、で焼酎のお湯割り、今日はすんごく薄めにしてみました。はい、それでもねちょっと温まりたいのでお酒を少しだけ飲みます。鍋はですね、じゃーん、見えないな、見えないな、ちょっと待ってください。いける、これ、はい、こんな感じ、こんな感じ、湯気で見えないかな入っているのは白菜、豆腐、あときりたんぽ、それからネギと鶏肉、そして主役鶏団子が入っております。きりたんぽ入っているのが今日のちょっとスペシャルな感じと、ここにね鶏肉が入ってきたらモナちゃんがもうそりゃきますよねそうだよね、ちょっとね、ずるいっていう感じで、よいしょ、こんな感じです。いただきます。うん、ちょっとだけチーズあげようか、よいしょ、はい、ね、食べられた、手食べられました、いただきます。よいしょ、じゃあ主役の鶏団子さんが、あ、そうだそうだ、さっき言い忘れました、えのきだけも入ってますね。ポン酢でいただいております。さっぱりしててね、いいですね。うん、暑い、暑いけどきっと温まるはずです。うん、おいしい、いいですよね、冬はね、やっぱり鍋、一人鍋もいいですよ。これだって全部食べていいんですよ、すごくないですか食いしん坊発言ですけど、うん、おいしい、あ、そう、そうだ、ラーメン の投稿を見てくださった方が、うん、YouTube 見てくださった方が、私は何派ですっていろいろ書いてくださってて、意外とあっさりめの醤油とか、まあ、意外でもないですね、オーソドックスなお醤油とかお塩が好きっていう人が多かった。なんか尾道ラーメンの背脂の結構ドロッとしたやつ、あれが好きですって書いてらっしゃる方もいらっしゃって、そうだ、尾道ラーメンのこと私すっかり言うの忘れてたと思ったんですけど、そうでした、地元にもラーメンがありました。まあ尾道はね、地元って言っても私は広島市なのでそんなに近くはないんですけど、初めて食べたのは大学生の頃かな。うん、尾道にね、それまで実はそんなに行ったことがなくて、で、まあ、有名な尾道ラーメンのお店にね、食べましたね。背脂がこう浮いてる、もうドロッドロの、もうすごい喉乾くラーメンもうすごくね濃厚で、 魚介だしなんですかね、すごい美味しかったの覚えてますね。そう、毎日は食べれないけどたまにはいいなと思いますね。でも実はそれ以来食べていないような気、食べたかな、食べたかもしれないけどあまり覚えてないんですよね。うん、尾道にはそれから何回か行ってますけれども、尾道ラーメンを食べれてないかもしれないですね。ちょっとすごくそれを見てね、食べたくなりました。今度帰った時は尾道ラーメン食べに行こうかな、もし行けたらそこからYouTube をお届けしますね。それではキノコの種類の中でも見ましたっけ、えのきだけが一番好きです。
なんか言ったような気もするけど、やっぱりこれもね、あの食感ですね。キノコの食感って面白いですよね。エリンギとかなんかアワビみたいだったりもしますし、なんかこう種類によってもね全然違いますけれども、えのき大好きなんですよ。安いし。きりたんぽ行ってみたいと思います。うん、おいしい。今日はちょっときりたんぽがあるので、お米はいただきました。あの鍋にして大正解ですね。めちゃくちゃ温まります。ちょっとね、稽古場がお家から遠いところなので、あの乗り換えが4回くらいあるんですよ。でその乗り換えるたびにホームですごく凍えてて、で帰ってくるまでに結構冷え切ってしまう。また駅から家まで歩いたりもするから、すごいね、この染みますね、鍋の温かさは、うん。そしてですね、気になっていらっしゃる方もいるかもしれません。お豆腐なんでしょうか。ここにお豆腐が入っているのに、鍋にお豆腐が入っているにもかかわらず、今日は別皿でお豆腐を、ただのお豆腐ですと準備しているんです。これなぜかというと、じゃじゃん、こんなものを今日なんといただいたんです。サクサク発酵の力サクサク醤油アーモンドで、ここにですね、ゆで野菜やお豆腐にかけてと書いてあります。これをですね、今日ちょっとお豆腐にかけていただこうと思うんですけど、これ誰にいただいたと思います？なんと早見優さんにいただいたんですよ。なんか昨日ゆうちゃんって呼ばせていただいてるんですけどね、ゆうちゃんの爪がちょっとピッてなっちゃって、誰が絆創膏持ってないっておっしゃってた時に、たまたま私持ってたし、自分もちょっとしてたんです、絆創膏なので。ありますよって言って、ただ一枚の絆創膏をあげただけなんですけど、こんなものになって帰ってまいりました。これね、すごい美味しいから食べてみてっていう風にね、ゆうちゃんにいただいたんですよ。でゆうちゃんにもね、じゃあ今日 YouTube で私これ食べますって言ったんです。なので開かないやつだ、またこれ開きました。ちょっと温めたら開きました。さあ、あ、これあれだ、ごま油入ってない、入っているものは菜種油、ローストアーモンド、フリーズドライ醤油、フライドオニオン、あ、やっぱごま油入ってた、砂糖、食塩、ごま油、フライドガーリック、昆布エキス、ごま醤油、こりゃが美味しいですよね。でちょっと混ぜ混ぜして、醤油アーモンドですからね、あんまり食べたことないです、こういうのね。このくらいちょっと開けてみましょう。楽しいみたいな、もうね、ごま油のいい香りがしているので、これも絶対美味しいだろうなっていう予想がつくんですけど、こんな感じです。冷ややっこにね、のせてみました。じゃあちょっといただいてみましょう。いただきます。ゆうちゃん、ありがとうございます。うん、うん、これはうまい。食べるラー油ってありましたよね。なんかちょっとあれと似てるんですけど、アーモンドが入ってるから香ばしい感じ。うん、ごめんね、もかちゃん。食べたいね。食べたいよね。これは美味しい。お豆腐が美味しく食べられますね。ね、いろいろおいしいもの知ってらっしゃいますよね。しかもちょっとおしゃれですよね、こういうのね。はい、嬉しい。まだいっぱい入ってる。キッコーマンだそうです。はいはい、キッコーマンだそうですよ。サクサク醤油アーモンド、ちょっとよかったらお試しください。さあ、赤ちゃんにもちょっとチーズをねあげまし
ましょう。はい、ちょっと怒ってるよね、先がね。ここです、もこちゃんが。チーズをどうぞ。いいですか？お許しいただけますか？ちょっと続きを食べるからね。ごま油ってあれすごい食欲が進みますよね。止まらなくなっちゃう系の。これね、私の好きな食感系ですね、まさに。フライドオニオンとこのフライドガーリックも入ってるね。フライドガーリックとローストアーモンドがね、これガリ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 食べれる感じで美味しいです。では本題のお鍋に戻りたいと思います。焼酎はですね、これ赤霧島のお湯割り。あ、そうだ。赤霧島の CM 今やってて、たまたま昨日見たんですけど、なんかバニラアイスに赤霧島をかけて食べてるのとか、あとなんかチョコレートに合いますねとか言ってました。そうなんですかね。ちょっとこれはやるしかないと思って、これなんか変わった食べ方とか飲み方とか、普通人がやらないような、これとこれを組み合わせて食べてみたら美味しいみたいなのをちょっと探してみたいんですよね。あんまりね、こんな変わったものはまだ作ったことがないんですけど、なんかあります？もしいいアイデアがあったらぜひ教えてください。そう、まあなんとなく想像つくんですけど、まあ、アイスと焼酎でも思いつかないですよね、自分では。でも赤霧島の CM でやってたから、赤霧島がその飲み方をね、その使い方を押してるってことですよね。すごいですよね。スイーツにもなっちゃう。なんかブランデーとかね、そういうのはイメージありますけどね。はい、そんな感じで今日は鶏団子、きりたんぽ鍋とゆうちゃんからいただいたサクサク醤油アーモンドをかけた冷ややっこをいただいてみました。最後に出るもかさで、もう一個あるんですよ、チーズが。え、今日ね、お留守番頑張りましたので、最後にもかちゃんのチーズを食す動画で終わりたいと思います。だよね。はい、じゃあ前、こっちこっち。こっちこっち。ちょうだいちょうだい。はい。あ。ああ、一口で言ってしまいました。はい、今日もどうもありがとうございました。ないよ、もう。ないよ。ないよ。あったのね。それでは。